はい、どうもみさんこんにちは、太陽の歌です。今日も妖怪ウォッチ3寿司バージョン、前回の続きからやっていきたいなと思います。で、今回はですね、キークエスト、残り3つのうち、まあ2つがね、まあ、前回まで終わったので、まあ、今回はラストの1個をやってね、キークエストクリアとなります。でね、まあ何やるかなんですけど、まあこれとね、まあこれとこれが残ってるんですけど、まあせっかくね、まあ多分そこにいる方がピエロなんで、まあこれをね、やっていきたいなと思います。ダメだ。何度やってもうまくいかない。このままじゃピエロ失格だよ。どうしたんですか？俺さ、ピエロになったのはいいんだけど、得意な持ちネタがないんだよ。だからサーカスに出られなくなってチラシ配りしかやってないんだ。そうなんだ。でもこのままじゃダメだと思ってさ、みんながあっと驚くような芸を考えてみたんだ。どんな芸なの？その名も逆立ち甲羅のみサイクリングさ。何それ。でもなかなかうまくいかなくて、君話を聞いていってよ。それで ご褒美がヨカコーラ2リットルなの。逆立ちコーラ、え？逆立ちコーラ飲みサイクリング。その名の通り逆立ちでコーラを飲み干す。しかも自転車に乗った状態でね。わけがわかりませんに。この芸のためにいろんな自転車を買って試してみたんだけど、どれもダメで。っていうかこんなの絶対無理だよ。誰だよこれ考えたやつ。俺か。てか、自分でノリツッコミしてもらうのでちょっとやめてもらっていいですかね。はあ、どうすればいいのかな。ウィスパー、この人って自分でハードル上げすぎなんじゃない？もっとハードルを下げて簡単な芸にさせてあげられないのかな。いやいや、自分でハードル上げたハードルはそう簡単に下げれるものでは、そう簡単に下げられるものでは。ってちょうどいいのがいた。妖怪アマンジル。こいつなら。アマンジル？それってどんな妖怪？取り憑かれると心のハードルが下がるそうでウィス。それいいね。どこにいるの？アマンジルはノースピスタ地区の車の下や倉庫マーケットの2番倉庫に現れることがあるそうでウィス。あとアマンジルは駄菓子が好きなようでウィスよ。よーし、探しに行ってみよう。なるほど。うん。はい。確か甘んじるいたと思ったな。逆立ち甲羅のみサイクリング。何度やってもうまくいかない。俺ってば、ピエロに向いてないのかな。では、太陽の歌くん、早速甘んじるを呼び出しましょう。うん、やっぱり持ってたね。だね。うん。出てこい、甘んじる。妖怪メダルセットオン。この人に取り付けばいいの？うん、お願いね。それじゃあ行くよ。ねえお兄さん、別の芸を試してみたらどうかな。いや、決めたぞ。俺は芸の練習をやめる。チラシ配りだって必要な仕事だ。俺は今の状況に甘んじる。ちょっとハードル下げすぎでしょ。もうこれでいいんじゃないかな。いいのかな。相談に乗ってくれてありがとう。たくさん買った自転車もういらないから、せっかくだし君に一つあげるよ。やったー、いいじゃん自転車。え、自転車もらっちゃっていいの？あ、ありがとう。あとついでにこれも。ヨカコーラ2リットルを手に入れた。逆立ちコーラのみサイクリングは君に託した。頑張ってくれ。え、うん。いや、できるわけないでしょう。変な芸をたくさん言ってしまいましたが、
自転車がもらえたからよしとしましょう。あはは、そうだね。その自転車を買ったのはノースピスタ地区のデリシャス大通りの自転車屋さんなんだ。そこに行けばいつでも自転車のメンテナンスをしてもらえるよ。お店の人には俺から伝えておくから後で行ってみるといいよ。いやー、すがすがしい気分だ。本当にありがとう。え、こんなんでいいの？お見事。お、ヨカコーラ2リットルね。ルーレットボーナス。あ、でもこの台形ケチ玉嬉しいな。当てたい。ほい。ダメか、キュウリか。お、ストーリーのロックが外れた。いやあ、話は聞かせてもらったよ。君のおかげでサーカスが始められそうだ。本当にありがとうね。どういたしまして。お礼と言っちゃなんだけど、今日のサーカスに特別に招待してあげるよ。え、いいの？もちろん。はい、ショーのチケットだよ。お友達も誘っておいで。サーカスのチケットを2枚手に入れた。わあ、やった、ありがとうございます。やりましたね。はい、ユノルテクイ、よかったですね。うん、マックも誘ってこよう。うん、マックと一緒にサーカスを見に行こう。なるほど。あ、マックいるじゃん。太陽の歌、どうしたんだ？サーカスのチケットをもらったんだ。一緒に見ようよ。マジか、お前すっげえな。スルスル始まるみたいですよ。早く見に行くにゃん。Lady and gentlemen、 本日はようこそお集まりいただきました。今夜は煩わしい現実を忘れ、素晴らしい夢の世界をお楽しみください。ワクワクするな。うん、さあ、まずはピエロによるパフォーマンスをご覧ください。いや、すごいね。やばすぎでしょ、ちょっと。わあ、すごい。俺あんなの絶対できねえよ。あら、あの声は宇宙様。宇宙様、どうかされましたか？うん、なんでもないの。それより、なんて素敵なのかしら。私もやってみたいわ。まあ、お嬢様ったら。あんなに危険なこと、真似してはいけませんよ。まあ、わかってるわ。冗談に決まってるじゃない。あ、次は何かしら？お次は、可愛らしい双子による空中ブランコを。くぅ、すごかったな。やっぱ最高だぜ。うん、うんうん、すごく楽しかった。サンキュー。しチケットありがとな。お、あら、太陽の歌くん、いいところに。大門教授？ん？太陽の歌の知り合いか？ちょうどよかった。あなたにお願いしたいことがあるのよ。気まぐれゲートにまつわるミステリーを探してほしいの。気まぐれゲート？なんか面白そうな話だな。気になるでしょ？ミステリーのことならヌーと思ってたんだけど、私が見つけた雑誌には載ってなかったのよね。こういうのは人が多い方がいいでしょ？だから手伝ってほしいの。ぐいぐい来るにゃん。オーケーいいじゃねえか。探してみようぜ。うん。さあ、そうとなればゴーゴーゴー。でもどうやって探そう。ヌーの他のゴーの情報があればゲートについてわかるかもしれませんが、更新されないですかね。ストーリーリンク発動。ていうの歌キューン。ヌーの情報が更新されましたよ。何、歌キューンって。
え、本当？今度はどんな記事が書いてあるの？ちょっと待ってくださいね。今回の特集は入ってはいけない魔人の部屋だそうでビス。魔人の部屋？なんにゃん？真夜中に聞こえてくる音楽に導かれて、光の放つ不思議な入り口に入ると、一つ目の魔人がいる部屋に迷い込んでしまうそうでウィス。部屋の奥に進んでしまうと、二度と部屋の外に出れないのだとか。え？何それ怖い。でも光が放つ入り口ってまさか？気まぐれゲートのことにゃ？お、確かにそう言われてみればそうでウィス。早速大門巨人教えに行きましょう。だね。クエストをやってみよう。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。ほい。あら、気まぐれゲートに関係しそうなミステリーの情報は見つかったの？うん。うん。魔人の部屋って噂があるみたいなんだけど、真夜中に一人で歩いていると音楽が響いてくることがあるんだって。その音楽に導かれるように歩いていくと、光を放つ不思議な入り口が現れて、気がつくと一つ目の魔人がいる部屋に迷い込んで出られなくなっちゃうんだって。へえ、面白そうな噂だな、ね、この光を放つ入り口って気まぐれゲートに関係あるんじゃない？そう、やっぱりね。ウィス？その噂は聞いたことがあるわ。私もそれが怪しいと思っていたの。え？だったら最初からそれを調べればよかったんじゃ。私が聞いた噂では、入り口に関しては触れられてなかったから、確証は持てなかったの。お手柄よ、太陽の歌くん。うん。この噂がそうなら話は早いわ。私の調査によると、この辺りの釣り人たちが噂の出所みたいなのよ。うぅー、それは手がかりになりそうな情報でウィスに。うん。オーケー。なら、釣りをしてる奴らに話を聞いてみればいいんだな。よろしくね。ええ、お願いね。お願いねって、聞き込みは私たちなんでウィスに。あはは。仕方ないよ、大門教授だもん。しし、早速行こうぜ。うん。うん。はい。てなわけですね。今回は一旦この辺で区切りたいなと思います。まあ次回はですね、まあこのキークエスト。まあ、終わりまして、まあ、新しいね、まあ、クエスト、この大門教授の、まあ、気まぐれゲートに関するクエストが出たので、まあ、次回からはね、まあ、そちらを進めていきたいなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左下の方に、チャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら、大変嬉しいです。それでは、またねー。